皆さん、こんにちは。ハチワルドのタナです。今回はですね、今までね、いろいろ、ハルヒコさん、アルマヘラホカケトカゲについてやってきたんですけどもね、今回はね、たまには初心に帰って、アルマヘラホカケトカゲの飼育方法をやっていきたいと思います。でもね、私の場合はね、そんなに、うまい人、上級者ではなくてね、私なりにね、この2年ぐらい、飼育してきた経験上をもとに話していきたいと思いますのでね、本当にアルマヘラホカゲの出身地がどう、ということをね、やっていきたいかと思います。それでは始めていきたいと思います。ナナのハチワルド始まるよ。ターナのハチワールド始まるよ。はい、まずはね、飼育ケージなんですけどもね、やはりね、ここが一番ネックですよね。ただね、ネックではあるんですが、自作ケージが大抵なるんじゃないかなと思うんですけど、ネックではあるんですけどもね、これさえね、乗り越えればね、割と飼育難易度はね、楽なのではないかと思います。で、大きさなんですけどもね、横幅が、1メーター50ぐらいあった方がいいんじゃないかな。で、私の場合は、この横幅は1メーターちょいなんですけどね、これ、横幅も奥行きも1メーターちょいあるんですよね。なので、私の場合ちょっと特殊な正方形型のね、奥行きと横幅になります。で、高さはね、130ぐらいあった方がね、もうちょっと高いといいかもしれないんですけどね。高さはちょっとあった方がいいですね。で、もう一つね、見落としがちなね、大事な点が一つあるんですけどもね。今これがね、ちょうど私の目線が、この手の位置ぐらい。ケージで言うと、ちょっとわかりにくいな。手の位置が、この私の目線がこれぐらいですね。立った時のね。飼育のね、ケージの高さがね、少しね、高めのとこに設置してないと、見下ろされる形になるのでね。アルマヘラのおかげとかがね。そうするとね、落ち着かなくてね、もしかしてね、慣れるのが遅くなるような気がしますね。これは私の飼育の経験上なんで、うちで飼ってるね、つなぎトゲオイグナアナはね、床から、飼育ケースがね、床から1メーター30ぐらいのところに設置してあって、下にあるんですよね。ほんで、ずーっと今までね、ちょうどこの春彦さんと同じぐらいに、お迎えしたんですけどね。もうずっとバタバタで泣きませんね。慣れませんね。なので、そういったこともね、意外と大事かもしれません。床材はですね、このように、ベッドシートですね。最初ね、ヤシ柄にしてたんですけどもね、園芸用のね、ヤシ柄とかはね、粉塵がすごく飛んでね、肺炎になったりとかするんでね、もしヤシ柄を使うにしてもね、ちょっと爬虫類用の、ちょっといい、粉塵が舞わない、粉塵が少ないやつを選んだ方がいいと思います。ヤシ柄使うにあたってはね、湿度を保つためっていうね、利点があると思うんですけどもね、このね、ハルヒコさんはね、多湿系ではあるんですけどもね、水の中にね、結構常に入ってるというかね、よく入ってるのでね、それでね、私、霧吹きしたこともね、今までありませんね。ありませんというかね、最初、本当にね、最初の頃の方ね、ミスト装置入れてたんですけどね、もう結局、ハルヒコさん水の中入っちゃうんで、それもね、もう、撤去しましたね。なので、特にね、
意外とね、湿度のことはね、全く気にしてないですね。自分で湿度調整をしてくれるんでね。ハルヒクさんは本当に飼育はね、楽ですね。ハルヒクさん、とても素直な子ですね。はい、続いては餌の話なんですけどもね。まあうちではね、まあ虫とか、まあデュビアとかコオロギとかの他に、まあそれが基本的にメインなんですけどもね。このイグアナフードを、まあちっちゃい時はこっち、まあ大きくなってからこれなんですけどもね。こうやってね、お皿に入れとくと、勝手にね、お腹が空いた時に食べてますね。なので、ふやかさずにね、ずっと置いてあります。ふやかすとね、すぐ腐っちゃうんでね、取り替えなきゃいけない。するとね、毎日与える餌の他にね、お腹が空くとね、ポリポリね、食べてますので。はい、もちろんね、紫外線ライトと、バスキングライトはね、必須ですね。うちではね、こちらですね。こちらのライトを使っております。それでですね、ホカゲトカゲといえばね、やっぱり、この、尾がね、大きくなることをね、皆さん願ってるのではないでしょうか。なのでね、もし、この尾っていうのはね、割とこの、一つ一つこの骨がね、スーッとなっててね、この骨の成長をね、促すためにね、紫外線がね、よく当たる感じにするとね、割といいと思います。なので、こう、よく休む場所のね、真上に紫外線が立ったりとかね、バスキングライトとまあ一緒のよくいる場所にね、紫外線をね、あるような場所にして、設置してあげるとね、すごくね、成長がね、この方がね、よく成長するかと思います。まあ私はそんなに最初の頃ね、気にしてなかったのでね。まあこれはね、割とオスでもメスでもね、紫外線うまく当たってるとね、成長すると思うのでね。うちはメスだからってね、諦めずにね、紫外線が当たる工夫をね、してあげるといいと思います。最後にね、うんちの話なんですけども、こうやってね、基本的にはね、水の中でね、用を足してくれるのでね、毎日ね、水替えをするだけで、基本的に OK です。で、本当に、尻尾まで全部とはいかずともね、大体体が全部入る水入れがね、必要にはなりますが、まあ、お世話をね、これだけしてれば、ほぼいいので、楽ですね。あとね、うちではね、もうだいぶ慣れてきてね、アルヒコさんがね、すごく出たがるのでね、ケージの外にね、こうやって出してあげるんですけど、まあこうやっていろんなね、うちのあるものを伝って、このように出てきますね。まあそしてね、帰りもね、自分で先ほどの道を通ってね、勝手に帰っていきます。そういえばね、この子を飼っててね、よく言われるのが、すごくこの目が綺麗だということですね。まあ、あとコミカルな。あ、いた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 。まあ、せっかくね、外に出た時はね、これがチャンスでもあってね、こうやって体調を測るのもいいかもしれませんね。はい、今の春彦さんは全長90センチぐらいですね。今回はね、こんな感じで終わっていこうと思うのですが、皆さんどうでしょうか。この動画を見て、オカケトカゲを飼おうか迷ってるあなた、もしかしてもう飼うことは前提で、スラベシかアルマヘラかビリビンか悩んでるあなた、今ちょうど恋に悩んでるあなたも、決めるのはもう
今しかありませんね。ま、ということでね、よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。